皆さんこんにちは、武田塾の高田です。川野です。今回のテーマは絶対に知ってほしい慶応の基礎知識。慶応の入試ですか。僕らは塾講師なんで分かりますけど、受験生目線、慶応ってかなり独特な大学だと思いますよ。独特だよ慶応は。学部によって全然違うし、科目も噛み合わない噛み合わないこの学部しか自分の場合受けれないよとか、優しくないよね受験生に。優しくないよ。東京の子やったらまだいいかもしれないですけど、地方の子からしたら慶応の入試ってマジで謎だなと思ってて、小論文じゃないですか、国語ないよみたいな、何それみたいな、みんな普通に国語勉強してるからさ、はい、いや小論文なんて知らねえよ、はい、作文とか苦手だったら小論文苦手なんだろうみたいな感じで、はいはいはい、慶応ね入試方式で外しちゃう選択肢から、ね、結構いるの。学部によっても全然違うし、学部もさ大学違うんかってぐらい同じ英語の全然違うぞみたいになっちゃうから受けにくい。論文テストとかなんか小学部論文ってこの後話しますけど、小論文ならまだわかるよ。あ小論文ねみたいな、あめんどくさそうだな、わかるよ。論文テストみたいな独自路線走りすぎだろ慶応。それを今回はこの動画を見たら、川野先生が各学部こういう方式だよっていうのを喋ってくれて、まあ、慶応のこと全く情報がない地方の子でも、なるほど慶応の入試ってこういう仕組みかってなんとなくは分かってくれる、そんな動画にしましょう。慶応はこれからもねどんどん受験方式変わっていくと、まあ、受験のね細かいところ配点も変わったりとか、いろいろねあるんですけど、現時点でのね、そうですね、知識を見てもらって、そっからねめちゃくちゃ超変わるってわけじゃなくて、基本ねマイナーチェンジな予定なので、現時点での情報をね軽くおさらいしていきましょうということですね。文学部とかね、今のこういう代から変わるっていうふうに言われてますから、その辺の情報も追加で皆さん追いつつ、今の受験っていうのはどうなってんのか、川野先生と話していきたいと思います。これを見てほしいのは慶応を志望者以外、はい、君たちに、なんとなく慶応を避けてる子たち分かんねえなみたいな、そういう子には知ってほしい。早速いきましょうか、はい、慶応文学部配点こちら、世界史か日本史の選択100、英語が150、小論文100という仕組みですね。英語の配点が350点中150点。よくある私立文系の一般的な感じじゃないんですよ。早速ね小論だよ。慶応の小論は大体どの学部も分かるわけじゃないですか、はい、文学部の小論ってどの立ち位置なんですかね。一番オーソドックスな小論文と言えるかもしれないです。はいはいはい、慶応基準のオーソドックスってなんだよって話なんですけど、慶応、はい、の小論文の、はい、まあ、一番基本形は、はい、要約をして、はい、要約の後に意見論述、まあ、これが基本パターンと言えるかなと。全然違うんだけどね学部によってね。だから要約はどっちかというともう現代文的なことですね。文章をちゃんと読まないとダメだよと、うん、めちゃくちゃもう現代文っていう話ですね、うん、結構なボリュームのね、うん、文章を読んで要約させられると、その後で意見論述しなきゃいけないっていう基本な小論文なわけなんですけど、はいはいはい、これがねやっぱ特殊、受けにくいってまず感じる一つ目のポイントなんですよね。ただね癖がまだあるの。癖が強いこの文学部。僕そんなイメージなかったですけど、文学部癖強いですか。英語の受験でね、はい、辞書持ち込みかってどういうこと。2冊までね、うん、調べる暇がないという説はありますが、英和辞典でね、はい、持ち込みかだから、じゃあ単語覚えなくてもワンチャンいけるんじゃね、はい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 、ってね思って、よっしゃこれで持ち込んで勝ちだぜって思う子がいる。勝てねえよ。調べる暇ないですもんね。ペラ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 、この単語はなんてやってたら、はい試験終了です。川野先生は文学受けたんですか。受けてないです。受けてたらね、みんな実際辞書どんぐらい見てんのかとか知りたいですけど、もうほぼ見てないんでしょうね。そう、自分の友達だったりとかにも聞いたりとかしてるんですけど、基本調べない、まあ、ただピンポイントで誰でも数回は使ったって言ってますね。あ、なるほどなるほどなるほど、うん、全く使わなかったって子もいない。ピンチヒッターみたいな。そう、ピンチヒッターでね、どっちかというと国公立に近いような設問記述があってね、記述の時にどうしても分かんない単語あると何も歯が立たなくなっちゃうから、そういう時にピンポイントで使う。ただ知らない単語が普通に出てくるの、大量にね。全部調べてたら間に合わないよっていう話。できる限りその調べなきゃいけないっていう状態にならないように、何単語までまずは押さえておく。でその上で何単語勉強してた自分でも知らないこの単語、しかもこれが分かんないと回答むずいぞっていう、そこだけピンポイントで調べる。めくる練習してる子もいましたからね。紙使わないから英和辞典のこう引き方がよく分かってないというか、慣れてなさすぎてめっちゃ調べるの時間かかったりしちゃう。入試の時初めて辞書使うとかだと、そうかダメだから、あらかじめ調べる練習もしておきましょう。ある程度ねめくる練習してるとちょっと早くなる。慶応の中で言うと一番受かりやすいと比較的言われていて、こっからいろんな学部出てくるじゃないですか、はい、いわゆる慶応志望の私立文系ですっていう子が一番受けやすいのが文だと思うんですよ。辞典で法だと思うんですよ。それ以外小とかもありますけど、慶応って国立の人取りたいのみたいな、数学だどうのこうのとか出てくるじゃないですか。文学部は私立文系志望の保守的な学部というか、ここ目指そうねみたいな学部っていう存在のイメージですね。そう、私立
文系って英国数もしくは社会みたいな、うん、数学か社会選択してねみたいな私立文系が多いわけじゃないですか、うん、文学部は英語国語日本世界史縛りじゃないですか、うん、だからどうしても慶応文のハイレベルな知識が求められる社会を解かないといけない、うん、歴史を解かないといけない。そうなると国公立の受験者東大京大一橋志望は慶応文受けれないですよね、うん、無理すぎるから社会が国公立のレベルが違いすぎるから、そう社会でぶちのめされて他で稼がなきゃいけないってなっちゃうから、そうなると結構やっぱしんどいし、うん、で稼ごうと思ってね英語挑んだら急に辞書持ち込みだって言われてで辞書買うところから始めなきゃみたいな、だから私文有利なんですよ慶応文は、だから私文の星みたいな学部かなと思います、うん、川野先生の出身である経済学部来ました。経済学部文学部で癖強いって言ってたけどめちゃめちゃ癖強いよ経済経済やばいよ、うん、別の大学だよ。科目がこちら、まず A 方式が、はい、数学英語小論文、はい、B 方式が英語地理小論文、はい、いずれにしても小論文が必要になってくるよっていうね、はい、試験になってますね。慶応経済って慶応大学の中でいうと看板学部というか昔から伝統のある人気の学部じゃないですか、うんはい、小論の話から先したいなと思うんですけど、うん、慶応経済の小論って慶応の中だと書きやすいって認識でいいですか、うん、めちゃくちゃ書きやすい方あですよね、うん、記述の対策をしている子だったら比較的ねすぐに対応できるようになっていくと思いますね、うんうん、小論文は経済受ける場合は恐るるに足らずと対策は言いますけど、うん、問題は英語が変ってとこからいきますか。英語が変英語大変なんですよね。英語大変ですよね、うん、慶応経済の英語の特徴を言ってもらってもいいですか、はい、特徴の一番は英作文、はい、かなり難易度の高い文章を読んでそこについての英作文だから、うん、その文章をまず読めてるの前提で読んだ上でそこでこう引用しながら英作文やっていかなきゃいけない、はい、これ大学でやることなんで大学受験やらせることをもう先にこうで、ね、腕試ししてるみたいな。英語の課題与えられて書くっていう形式は、うん、なかなか他の大学ないですもんね、うん、適切な引用を使ってやりましょうとかもうね大学の授業でやってたことじゃんっていうね腕試しされてたんだなって川野先生じゃあ作った人この先生かなぐらいな目星までついてる感じ、まあ、変えてるとは思いますけどね、はい、毎年ね。他の癖といえば2022年とかに出ている会話文の英訳とか、うん、記述をねさせたがるんですよね、うん、ここねやっぱ癖ですね。英作文の割合が高い学部っていうのは言えるかもしれないし、そうです、経済受ける人は英作文の対策を早くからやる必要があるよと、うん、英作の対策なしに経済には望めないと考えてもらったらいいかもしれないですね、うん、傾向に関しては2023で会話文英訳ないぞとかあるかもしれないんだけど、うん、今後どう展開するかは分かんないけど、うん、少なくとも第5問のね英作は引き続くだろうと見られていますし、うん、英作の勉強はマストだと思って対策をしてください。英語の長文のテーマも結構経済学部有名な話ありますよね、うん、そう経済系に関するテーマが出やすい、必須ですね。対策そうです。経済系の文章といったら田田先生何読むのがいいですかね。銀河メタリカやと思うんですけど、まさかのここで銀河メタリカ登場、はい、イニシエの参考書と呼ばれた、そうそうそう古くなった参考書と言われるんですけど、うんはい、まさにこれがね経済扱ってるね単元があって、うん、そこの読んどくだけでも経済原理とかねもちろん変わってないんで、まあ、そこをしっかりと知っておくというのは経済の受験の時には生きてくる可能性がありますね。あと A 方式 B 方式、まあ、どっち目指したらいいのみたいな人もいると思うんで、はい、その辺もちょっと聞きたいですね。そうこれねよく言われるのが、はい、A 方式と B 方式どっちが受かりやすいですかって聞かれるわけですね。結論は人によるってなっちゃうわけですよ。もちろん自分が得意な科目で戦った方がいいと、はい、A と B の違いだと、まあ、数学か地理かどっちかこれが得意だっていうのがあるんだったら受験者数とか倍率ばっかり気にして低い方を選ぶんじゃなくて自分が得意だった方はそれはいいよっていう話ですし、比較的ね A の方が受かりやすいですよね、楽勝ですよねって言われたりするんですよ。楽勝は言い過ぎですけど見かけの倍率は A の方が低いんでしたっけ。そう倍率はね A 方式の方が低いんですけど、うん、誰と戦うのかっていうのを想定しましょうっていう話なんですよ、うんはいはい。A 方式でこれね戦う相手となる子たちもうこれほとんど東大志望です。東大京大一橋あたりがめっちゃ多い。実際 A 方式の友達大体そうだったんですよ経済学部入って A 方式 B 方式それぞれ友達がいて、うん、A 方式は東大落ちの人が多い。東大落ちめっちゃ多かった。受けやすいっすもん。数学の難易度で言うと東大京大一橋の方が高いっちゃ高いわけじゃないですか、うん、そこの対策してる人プラチカとかやってる人は慶応の経済も受けやすいは受けやすいっすもんね、うん、急に日本世界史だってなるとそれちょっときついっすよね。倍率だけを見て低いからこっちとかでやるんじゃなくて、うん、自分はどっちならじゃあそういった競合に対して戦っていけるのかっていうのを考えた方がいいですね。 B 方式の方に特にね当てはまるんですけど、他の慶応の学部受けますでも経済は受けませんってこと結構多いの。多い、ね、早稲田志望で他の慶応の分とか受けてみるんだけど経済受けません眼中にありませんなっちゃう子はいるんですよ。でなんでかっていうと英作があるから。
記述ってイメージありますもんね。確かに経済は結構欠かされるぞみたいな、うん、いや私立文系型の勉強してるんで結構きついですっていう子がねいるんですけど、これはねだから難しいですよね。できれば英作も頑張ってぜひね経済挑んでほしいと思うわけですね。我々経済学部出身コンビじゃないですか。そうですけどちょっと恥ずかしいところもありますけど理由はさせていただきたいですけどね、はい、そうですね、まあはい、めっちゃ楽しいんですよ。もちろん他の学部もねそれぞれ楽しいし自分の学びたいことがあるんだったらいいんだけど、本当はちょっと経済楽しそうだな、でも英作とかが無理だから経済やめよう、とりあえず慶応に入ろう、もったいないなって思うわけですね。裏を返せば英作得意な人だっているわけじゃないですか、はい、英作得意な人は慶応だったら経済と相性がいい可能性が高いと思うんですよね。そうですね、英作の壁もちゃんと対策すれば乗り越えられるよと、うん、今高1高2生で早期に行きたいって思ってる子は、はい、ぜひねもう英作もしっかり対策するって視野に入れて、うん、こっからの勉強計画を作ってもらえるといいかなと思います。続いていきましょう。慶応法学部です。今やね法が看板だなんて言われるぐらいのこの人気学部。内部生の話を聞くと、うん、慶応義塾高校があるじゃないですか、はい、そこから大学に進学するってなった時に法学部政治学部が一番厳しいみたいですね、基準が。そう、なぜそこが厳しいかっていうね内部的な話もあるんですよ。言うとねちょっと怒られるんですけど、少なくともね、はい、私の周りの内部生は全員とある理由で本生に行きたかったって言うんですよ。法学部政治学科、そう、なんでかっていうと桜から内部生が法学政治学科に行きたい一番の理由は、はい、一番緩いと言われてるから、先輩から情報が回ってきて人気になるんだ、はい、大学行って遊ぶぞじゃないですけど、うん、内部生だとしっかりね留年せずに上がるっていうのを絶対マストでやりたいじゃないですか、うん、ってなった時に経済はねちょっと留年率高いんですよ。数学とか勉強しなきゃいけないからそれが苦手だと留年しちゃう子もいるって言われてて、 なのでできれば内部生で特に数学苦手な子なんかは、うん、もう経済絶対行きたくない、とりあえず法学部ってなって法学部が人気高くなって法政人気、特に法学部よりも法学部政治学科の方がよりいいぞっていうことで単位が取りやすいぞってことで結構人気高まってたって、私の周りでは観測範囲ではありました。看板ですからね、もう定着しましたよね、うん、法学部政治学科は名門だみたいな、うん、人気っていうのは揺るがないですよね。法学部いきましょう、はい、法学部配点はこちら。この配点についてはこれからね変わっていきます、はい、2023年時点でいうと、はい、この配点ということで、まあ、英語は高くなっているっていう形で知歴と小論が並ぶと、知歴がね配点高まるんですけど、まあ、今こんな感じですね。文学部と同じで私立文系に優しい入試ですよね。英語と日本世界史どっちかと小論文っていう形式なんで、慶応経済とかあとで小学部のね、あの英方式で出てきますけど、国公立の軍団が侵略してくるじゃないですか。オラーみたいな東大兄弟一つ橋から。法学部はどうなんですかね、あんま侵略してこないんですかね、数学がない分。数学がない分侵略はしてくるんですよ。併願で一番受けられるのが法学部。あ、法学部なんだ。オレアーって侵略はきます、うん、まだ戦いやすい。歴史勝負になるからか。そう、はいはいはい、歴史で勝負だったらまだね、はい、いい勝負できる。しかも慶応志望と小論文の対策もしてるから、うん、その東大京大一橋も慶応という土俵においては慶応を専門的にやってた方が勝つと、うん、私立文系型で、はい、私は受からせに行くパターンも小論文を徹底的に対策すると、なるほど、すごい勝ちやすくなる。法学部の小論文の立ち位置って慶応の中でいうと、はい、経済簡単って話出ました、はい、文学部王道です、うん、法学部の立ち位置どの辺なんですか。法学部はね真ん中ぐらいだ。あ、じゃあ文と同じぐらいと思って。そう、文と基本的には、ね、近しいと思ってくれていいですね。相互の、ね、対策がそれぞれ生きたりするんで、うん、結構ね法と文は合わせてこう対策をしたりするっていうことは結構多いですね、うん、受けやすいね。受けやすい。そして、はい、お待ちかね問題傾向、はい、オーソドックス。英作ない。ただね慶応の中でのオーソドックスであって、はい、なんだこれはっていう会話形式みたいなね、すごい難しいバージョンとか、慶応細かい知識意外と聞いてきますよね。癖ゼロじゃないの、あるのよ。他の大学と比べたら癖強だよ。癖強い集団の中で言ったらなんか一番スマートみたいな。確かに癖なさそう。そうかも、うん、ということで対策はしやすいと。ただそれだけ人気は高い。今やもう看板学部になっているこの法学部、大変というか高いハイレベルな戦いが繰り広げられてるから、これをね勝ち抜かないといけない。なるほど。法学部をやっぱどうしても志望してたんだけど、なかなか法学部は手届けませんです。でもなんとか文学部抑えることができましたっていう話はよく聞いてますね。私立文系志望で慶応を目指すなら法はマストで受けましょうねって感じではありますよね。そう、傾向的に避ける理由が法学部はないと、そういうことになりますね。わかりました。続きまして慶応小学部でございます。小学部が変ですね、うん、変すぎるよまず行きましょうか。入試の配点受け方こちら。 A 方式 B 方式あります、うんうん、A 方式が3教科400点満点、地歴100点、数学100点、英語200点の400点満点ですと。ここで皆さんいびつなことに気づきましたかと。
国語小論がありませんねと。慶応の小の英方式は本来、うん、数学と社会って選択科目じゃないですか、うん、私立文系においては、はい、どっちか受けましょうねって人がほとんどだと思うんですけど、うん、数学と社会両方私立文系の慶応で使うのみたいな、そんな対策誰もしてないよ。 B 方式は地歴、世界史、日本史、地理からの選択100点、英語200点、小論100点、うん、こっちはまだ受けやすいです。で、僕定員言いたいんですよ。受けやすい B が定員少なくて、受けにくい A が定員多いのなんでなの、おかしいでしょと。 A 数社のこの意味不明な入試科目でなんで定員多くて、英語、社会、小論、小学の場合論文テストという名前ですね、受けやすいはずの B 方式が人数少ないのなんでなのみたいな、倍率も意味不明なことになってるんですよ。 B 方式の倍率めちゃめちゃ高くて、 A 方式の倍率めちゃめちゃ低いのよ。そりゃそうだよ、 A 数社でなんて受けれないんだから。 2,3 倍とかだとってこともありますよね、うん、小学部 A 方式とか。慶応小の狙いはただ一つです、うん、東大京大一つ場所を狙ってる。完全に A 数社受けるのって半大でも無理だからね。大阪大学だって二次試験 A 国数なんだから、二次試験で4教科以上必要なのは東大京大一つ橋の3つだけなの。数学と社会両方やってるやつを取ろうとしてる、自分とこもっと自信持ってくれよと。慶応第一志望取ろうぜ。慶応に期待かどうかで取ってくれないんですよ、はい、慶応は求めてる能力だけで判断されるっていう、ね、実力者をね、実力者だけ来いみたいな、期待かどうかは関係ないぜスタイルなんですよ。だからまあ基本 A 方式は無視でいいですか一旦。そう、ただ先に触れとかないといけない、はいはいはい、歪なもう一箇所がね、ここまで見てきた君で気づいたかもしれない、はいはいはい、チリが入ってくるんだ。チリ入ってきますね、小学部に。謎のチリがね、小学部とチリはね結構密接に、経済学部でもねチリあってもいいかなとは思うんですけどね、うん、他だと日本世界史だったところが、ここはチリが使えれば受けられるっていうことになってきて、例えば私立文系の数学パターンね、英国数で戦ってた子がチリだけ勉強しようかどうかみたいな選択に迫られたりするわけですよ。チリならいけるかみたいな、大反対です、うん、僕は京大経済学部をチリ受験したんですけど、うん、総計の問題チリ解いてみるかってなったんですよ、うん、だから慶応小のチリとかを解くわけですよ、うん、めちゃめちゃ細かい。アフリカのここの国の名前知らねえよみたいな、京大京大でも出ないぞみたいな、センターチリで100点満点取った男がなんだこれって言っちゃうのが慶応のね、はい、チリなんですよ。なんでおすすめしないですね。 それをね、チリなんてまあそんな時間かかんないだろうって安易な気持ちで臨んじゃうと、センターとか共通テストで高得点取る層たちと戦っていく、中途半端に勉強しちゃうと結局じゃあそれで戦えず、これで慶応小学部の A 方式取れなかった、その地理の勉強は他の大学学部には行けないロスが生じた、それによって他の併願もね、理論上合格率は下がるっていう結果になりかねないから、これ本当に慎重に判断必要ですね。一発逆転を狙うなら倍率低いのは確かなので、他のマーチとかどうでもいいから、A 数世界史とか3教科やって慶応経済ワンチャン狙いに行くみたいなのもだいぶリスクはあるけど、作戦としては存在はするっすかね。高3になってじゃああと1年もう慶応小学 A 方式って全てを捧げるぜ、全てを捧げる、抑えとしては青学の経済個別学部に行って A 数受験みたいな。その子たちも慶応の専用の対策はしてないわけやから、うん、勝機はあるんですよね、うん、慶応の対策だけしてれば。小学部 A 方式はそういうちょっと変な入試ですよと、いびつな構造になってますよと、うん、みんなが大人気なのは小学部 B 方式じゃないですか、うん、ここ人気ですよね。法学部、文学部、小学部の B 方式、うん、この3つを受けるって子が多いんじゃないですか一番。そうですね、小学部、はい、英語も癖ない、歴史も癖が少ない、うん、最後論文テストっていうものになるんですけど、これが癖、年によっても全然違うし、去年のね過去もめっちゃ研究して分析しました、はい、今年受験者全然違うじゃないか、何だったんだこれみたいななりがち。意外とね、私立文系の子が苦しめられるなってイメージがあって、うん、論文テストに確率とか統計とかその辺の概念が結構出てくるんですよ、うん、3割ぐらい数学の要素あるぞみたいな問題が出てきて、小学部の B 方式受ける人は確率ぐらいはやっといた方がいいんじゃないと思いますね、うん、めちゃくちゃ高いレベルで確率とか極める必要はないから、せめて最低限のねレベル、教科書レベルはねしっかりできるようにしたいた方がやっぱ安心かなと思いますね。まあ、言葉か、現代文キーワード読解に出てくるような水詰めの言葉の知識を問われたりとか、正しく運用できるかとかを見たりとか、実際過去問を見てもらうのが早いですね。特殊なんでね、論理だったりとかゲーム理論とかね、大学入ってからやることなの。高校生向けに比較的レベル下げてるんですけど、とはいえ受験生からしたらなんだこれはってなってくるわけですね。その場で本当頭使って考えないといけないっていう問題で、なかなか事前の対策がしにくい、傾向が読み
みにくいっていう難しさはありますね。なので、まあ、おすすめとしてはある程度最低限なんか数学的素養があるとか、あとはなんかそういう論理的な思考が結構得意ですっていうのを過去問5年分ぐらい解かないとね、あんまり分かんない部分があるんで、解いてあこれいけそうだなって思ったら逆にチャンスですし、それ解いてみてどの年来ても無理だぞってなったら結構ねしんどい。数学今まで完全に切ってて、こっからじゃあそのために勉強していくかってなると思った以上の負担がね結構かかっちゃって、他の学部のね対策がおろそかになるから、まあ、これも過去問解いてどうするか戦略を立てましょうという感じですね。慶応小のね英語がもうね解きやすいから、うん、慶応のオアシス的な存在でもあるなと思ってて慶応って聞くとみんなむずいものを想像するんですけど、いざ小学部の過去問とかしてみるともちろん年度にはよるんですよ、うん、8割目標やったりもしますよね、うん、200点中160っていうのは基準にはなってくるじゃないですか。意外と慶応の小でもこういう問題出るんだみたいな、うん、自信がつきやすいかなっていう、そういう問題構成かなっていう意識があるんですけど、どうでしょう。本当に解きやすいがゆえに、うん、あれこれいけるんじゃないって結構安易に考えちゃうパターンはあるかなと思いますね、はいはい、ただその分やっぱり相当な高得点勝負になってくるし、ね、終わった後にいやこれ満点じゃないかって結構いる、難しい年はね、はい、なかなかそれは難しいですよ、はいはいはい、簡単な年だったら普通にあこれ満点近くいったんじゃないかぐらいののは結構出るのが慶応小学部、なるほど、ね、じゃあもう本当に高得点勝負ってことですね、うん、もうハイレベルな戦いです、はい、ラスト SUC まとめていきましょうか、うん、総合政策学部と環境情報学部です。採点は同じでこういう仕組みです、うん、400点満点中小論文が200点で、数学英語どちらか一教科選択か両方選ぶこともできますと、うん、合計合わせて200点満点です、うん、というこちらの仕組みになってます、うん、数学の代わりに、ね、情報も使えたりとかね、うん、今いろいろありますと。全学部に結局行っちゃったよ、癖。最初に言った文学部癖って言ったけど一番癖なかったかも。癖ないよ、文学部法学部がノーマル、癖がありすぎなのよ、学部が。これも何だってもうこれね、はい、おかしいでしょこれ。じゃあ小論から一回行きましょうか、うん、今までの話で言うと経済優しいです、文学部法学部が王道です、うん、上はどこなのっていうと、うん、ここなんですよね。もはや小論文なのかみたいな。そう、もはや小論の域を超えてます。全国の大学で最難関の小論文になりますかね、うん、何をね持ってこの難しいと判断するかなんだけど、うん、何を回答したらいいのかから始まるっていう、結構ほんと特殊な形だったりしますね、うん、どういう風に答えをこれ組み立てていけばいいのか、答案組み立てるのかっていうところから始まるっていう難しさがね出てきたりしますね。で僕もね武田塾で働いて塾講師歴長いですけど、うん、SFC の小論文の攻略は僕はまだ見つけられてないですね。川野先生はありますもんね一応。いやこれだからこそ、はい、めっちゃ勝ちだと思ってるんですよ。みんなこれ分かんないもん対策。分かんないっすよマジで。これ塾講師の悩みでもあるんですけど、うん、でも逆に結論ね、いろんなちょっと形は違えど、じゃあ何を経営を求めてるんだろう、うん、SFC ってどんな子を欲しがってるんだろう、うん、もうこれ考えればじゃあどういう風にしていけばいいかってもう見えてくるんですよ。それだけで2時間ぐらいの動画になっちゃうっていうか、もうね普通に授業をしちゃうレベルになっちゃうんで なかなかね伝える機会最近ないんですけど、またねちょっとどこかの機会で話せればと思うんですけど、はいはい、結論から言えば対策は不可能ではないと。対策さえしっかりすればかなり優位に戦えると、まあ、てぐらいえげつない難易度ですということだけ言っときます。で川野先生によると打つ手はあるらしいです。あるよ、大丈夫だよみんな。ただ僕ぐらいのレベルだとありとあらゆる大学の対策が分かるつもりなんですけど、うん、慶応の SFC の小論だけは見放せられないな、手動を施しようがないなみたいな。法学部文学部は全然いけるもはや優しく見えますね。そう、英数受験なんですが、はい、基本英語一教科で受ける人が多いですか。英語一教科で受ける子は帰国です、帰国子女、うん、英語結構得意です。戦えません、70当たり前の世界になってくるので、偏差値がね、はいはいはい、帰国とかが当たり前のように戦っていく世界なんで、英語だけで勝とうっていうのはなかなかね厳しいと思った方がいいですね。森哲先生が早慶の英語の難易度を並べるみたいな動画があったんですけど、うん、一番難しい学部として挙げたのが総合政策環境情報です、うん、早慶の英語の中でダントツで難しい英文が出てますと、うん、日本語読んでも和訳読んでも何の話だみたいな、うん、和訳がそもそももう国語じゃんみたいな、そんなレベルの難易度になってますんで、うん、SFC だからとかキャンパスが違うから穴場学部みたいな風に考えてる人いるんですけど、うん、全然違うよと。入試の純粋な一教科一教科の難易度、英語小論だけで言うとトップ級にむずいよみたいな、うん、とこですよね。攻略はありますか。高得点取って、はい、もう英語だけでね得点稼いで受かってくようなのはさっき帰国子女みたいな話したんですけど、はいはい、それ以外の普通のね純ジャパだとこれ戦えないのか。そんなことはないです、もちろん戦えるんです。英語ねめっちゃ稼ぐのは難しいと思いますよ、はい、食らいつくのに多分精一杯だと思う、はいはいはい、その対策の
ができる理由としては言ってもやっぱ得点率はやっぱ下がってくると、小学部みたいに超高得点勝負じゃないから、ある程度取れるとそれが合格のラインに乗ってくるっていうのがまず一つありますね、前提条件として。その上で対策としては本当にハイレベルな単語力、解釈力、長文演習、これをひたすらこなす。空所補充とかも多いですよね。空所の中選択しましょうみたいな知識系の問題、これもねもちろん解き方あるんですよ、はい、空所に夢中になっちゃってると日本語で読んでも理解しにくい文章、空所解きながらで一回一回中断されちゃうと全然入ってこないから、もう一回一気に読んじゃえとかね。関先生のね、はい、慶応の英語って参考書でもね、うん、3回読めとか書いてましたね。 それには理由があって、はい、一回中断されちゃってるともうね全然頭が入ってこない、うん、普通の英語長文だってさ読んでて1パラの内容なんだっけとかなっちゃうことあるわけじゃないですか。 SFC のあの長さ、あの難しさでそれやっちゃうと本当は頭入ってこなくなるんで、まあ、そこはね、まあ、解き方も工夫する、そもそもの英語力のね土台をめちゃくちゃ高いレベルに引き上げておく、これやるとしっかり戦っていけます。数学に関して言うと、うん、数学も毎年世間を騒がせるような問題が出ますね、うん、純粋なねチャートとかフォーカスボードとかに載るような数学の問題じゃなくて、脳トレみたいな問題が出て、数学力関係ないじゃんみたいな、うん、その場で思考力試されてるじゃんみたいな、うん、そういう系の問題が出ることでも有名やったりしますと。問題数も多いですね、うん、で英数組み合わせると若干有利になったりみたいなね、うん、そういう戦略とかも SFC の場合はあったりしますというところですかね、うん、SFC の求める人材像からね、うん、こう見えてくるんですけど、まあ、本当ただ知識だけをガチガチに固めてっていうのをあまり求めてないと。 SFC といえば一番最初に英語入試をね、はいはいはい、始めたでも有名なわけなんですけど、非認知能力めちゃくちゃ求めてる。答えのないこの世界でいかにして自分が道をね見つけて切り開いていくのか、もうそれを求めてるみたいなのがもうこのね入試問題に現れていると。なるほど。以上が一応慶応の文系学部の紹介ということで、慶応第一志望にする人は法学部を第一志望としつつ、文学部、商学部 B 方式、英作得意、英作自信あるなら経済 B 方式、このあたりを受けていく、英語とか小論とか自信あるなら SUC もかじってみるみたいな受け方が一般的ですかね。慶応に行きたいんですってなった時に、じゃあどういう戦略で今後ね考えていくのか、これめっちゃむずいから、それ困ったら相談に来てほしい。法文基準かな、論文テストをパッと見てみていけそうとか言ってくれたら小 B 方式って感じかなとは思います。ただこんだけ慶応の入試複雑なので、ちゃんと情報を得てターゲットにする学部ちゃんと決めないとね、あれもこれもは無理ですもん。バシッとここ狙うんだって決めて対策するっていうのが早稲田とか以上に大事なことなのかなと思います。外されがちな SFC、 これもね入ってからめっちゃ楽しいし、そうなんよね、これからの時代は SFC で学ぶことの価値ってねどんどん上がっていくと思うから、間違いない、絶対ね視野に入れてほしい。確かにキャンパスはちょっとねって思うところありますよ、うん、SFC ももしかしたら受けられるんじゃないか、そんな可能性をね見出してもらえたら嬉しいです。僕もショート動画で生まれ変わったら行きたい大学どこですかっていうので慶応 SFC を挙げました。それぐらい魅力のある大学ですね。というわけで慶応の入試みんなね分かんなかったと思います。川野先生にね全部解説してもらいました。入試の仕組みが分かったところで自分に合いそうなのどこなのかなとね過去問調べてみたり、関先生が出してる慶応の英語っていうので学部ごとに比較してみたり、それぞれ自分の受ける大学を決めていってもらえたらいいなというふうに思います、はい、今回は以上です。助けてください。思ったように成績が伸びません。任せてください。竹田塾が正しい勉強法を教えます。モチベーションが続きません。毎日の勉強を徹底的に管理します。志望校に合格できるか不安です。今から間に合わせるプランを教えます。なんざけ竹田ではこれらの入会金無料で受けることができます。詳細は概要欄から。